石のコースターとカップ。和風のコースターというのみ。コースターは飲み物を飲むときにコップなど、食器のもとに敷く小さなマット。コップ敷き、コップ受け、グラスマットとも呼ばれる。本来の使用目的は、冷たい飲み物を入れたコップなどに結露した水が流れて、テーブルが濡れるのを防いだり、熱が伝わるのを防いだりするためである。またカクテルを出す場合に使用するコースターは、 基本的にロングドリンクを供するときにグラスの下に敷く。ドイツ語圏ではビアデクルと呼ばれる。蓋がないタイプのビアマグでビールなどを飲む際、特に屋外で昆虫や落ち葉などの異物が飲料に入らないよう、フェルト製のコースターを蓋代わりに使ったことに由来する名称である。コルク製のコースター素材は紙、コルク、木、布、レース片、シリコン樹脂など各種ある。 日本の喫茶店などで供されるものは、コルク製か紙製のものが多い。素材は吸水性に優れたものが良く、金属製、ガラス製、陶製のものはふさわしくないとされる。形状は円形や四角形のほか、多様である。様々な印刷がされた紙のコースター。紙製の場合は、店舗の名前や電話番号などを印刷して、宣伝効果を図るものもある。 ビールなど酒造会社も自社製品の画像などを載せたコースターを製作、配布している。ヨーロッパや日本などにはビールコースターの収集家がおり、交換会が開かれることもある。AB、工事園第5班、コースター岩波書店置き、白を、カクテルコレクション P208 夏目社1990年3月24日。 発行 ISBN4 から816308571、岡淳一郎監修、カクテルベスト 100P213 西東社1991年7月30日、発行 ISBN4 から791609271、今井清楽しむカクテル P555 同所九1988年1月改訂版 ISBN4 から340012041、 村上敦紙、ビールコースターに酔う3000枚以上収集世界の愛好家とも交流、日本経済新聞長官、2018年8月10日、2018年9月17日、閲覧。ウィキメディアコモンズには、コースターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。